どうも、ゆっくりほのかちゃんです。そしてトナカイかよちんのペアちゃんと、どら焼き大好きテラちゃんです。さて、待ちに待ったサンシャイン2期が始まったということで、久しぶりにサンシャインで、体験を復活させてみました。出題される問題は前回の続きからなので、今回はサンシャインの12話と13話から問題を出します。そのため、2期編から見始めたからまだ見ていない、という方がいましたらネタバレにご注意ください。ところで初めて参加される方は、体験ってどんなことをするのかわからないと思います。また、前回参加してくださった方も、1年前の企画なので、ほとんど忘れていることだと思います。私も問題の作り方を忘れていたので、一緒に思い出していきましょう。では簡単な説明をしていくので、まずはこの画像をご覧ください。これはエリちゃんがハンバーガーを食べようとしたら、練習でお腹を空かせたメンバーが、美味しそうな匂いにつられて集まってきたところですね。後からヨウちゃんとリコちゃんが紙皿を持ってやってきたので、エリちゃんは賢いポーズをしながらハンバーガーを9等分にして、全員に分けてあげるところはさすが上級生だなーって思いました。でも後で自分の分が足りないことに気づいて、落ち込んでしまうところも可愛かったですね。という2期編の伏線はここまでにして、ご覧のように本来の場面はこのようになっていますが、時間とともにどこかが変わっていくので、皆さんにはそれを見つけてもらうといった間違い探しです。そしていつものことですが、もし問題の答えが分かった人は、最後まで分からなかった人は、意味わかんな、とコメントしていただくか、山に向かって叫んでみてください。では最後に本日の内容を説明していきます。まずは初級編を2問。これは練習なので、エリちゃんでも簡単にわかる全年齢を対象とした問題となっています。そして上級編は4問。これは初級編とは違い、簡単にはわからないような難易度にしています。賢いエリちゃんでも怖がってしまうほど難しい問題ですが、全問正解目指して頑張ってください。以上が今回の内容となります。説明が長くなりましたが早速始めていきましょう。それじゃあペアちゃん、テラちゃん、準備はいい？せーの、レッツゴー。頑張れではまずは初級編からですね。1問目は初めての方にもわかるように説明しながらやっていきますのでご安心ください。それでは早速始めていきましょう。3、2、1。まず最初は変化していない A の画像です。これが時間とともにどこかが変化していくのですが、色が変わったり何かが消えたり動いたりと変化は様々です。5、4、3、2、1。にっこにっこにー。どうでしたか？では答え合わせです。皆さん右下の部分に注目してください。あ、そっちじゃなくてもう少し右のかき氷の方です。ご覧のように A の画像では半分ほどシロップがかかっていますが、変化していくとどうなるのか。そうです。B の画像になると全体にシロップがかかっていました。このように A の画像と B の画像の違いを見つけるだけの簡単な内容です。ではもう一問やってみましょう。3、2、1。どうでしたか？では答え合わせです。ここに注目してください。そうです。答えはかき氷の氷という漢字が永遠の A という漢字に変化していました。ちなみにかき氷といえば、シロップの定番である、いちご味、レモン味、メロン味はどれも同じ味で、香料や着色料が違うだけだそうです。それならチカちゃんの目と鼻を押さえて、かき氷をすり替えてもバレないか実験してみたいですね。もし本当だったら、チカちゃんの食べかけのかき氷を誰でも手にすることが可能になります。面白そうだね。冗談で言っただけなので試さないでね。よそろー。あ、これは絶対試すな。ところでリコちゃんは、さっきから何してるの？知らない方がいいと思う。なんか、顔が怖いんだけど。一応言っておくけど、抹茶とかは違う味だから試しても意味ないよ。やってしまった。さて、初級編はこれぐらいにして、
次は上級編となります。それでは一旦お疲れ様でした。ちょっと待ってくださいね。違う、これじゃない。なんだっけ。あ、そうだ。それではここからは上級編になりますね。待って。なんでしょうか。ちょっと、いいかしら。あ、ちょっと待って、そのフォルダは。そうだ。パスワード入れないとダメだから開けないよ。それは見ればわかります。嘘でしょ。これはどういうことですの？いや、これはその、趣味と言いますか、資料と言いますか。まさか、それで？まずい、このままじゃ消されてしまう。そうだ、ここは一つ、お詫びということでこちらを収めていただけないでしょうか。もしかして、ギャラ？受け取れませんわ。のぞみちゃんとルビーちゃんの写真です。ありがとう、嬉しいわ。わかりましたわ。一体何してるの？リコちゃんには、昨日依頼してきたチカちゃんの水着写真をどうぞ。さあ、じゃあ行きましょうか。もう3人揃って放課後部室に来てください。そんな、いいですね。だっていいですね。ごめんなさい、私も怒られそうなので後でみかん送っておいた方がいいですね。さて、気を取り直してここからは難易度の高い上級編です。問題は2回表示され、途中でヒントを出しますので、1回ではわからなかった人でも、諦めずに頑張ってください。ちなみに答えを書いたり、ヒントとなるコメントはダメですよ。ここからは、答えを見ない、聞かない、言わない、見まる、聞かまる、言わまるを守ってくださいね。それでは上級編の1問目、始めていきましょう。どうでしたか？ヒントは何かが消えます。それではもう一度。では答え合わせです。ここに注目してください。そうです。答えはクーラーボックスの箱の部分が消えていました。まだこれは簡単な方だったかもしれませんね。それでは次の問題へ行きましょう。どうでしたか？ヒントは何かが消えます。それではもう一度。
では答え合わせです。ここに注目してください。そうです。答えはよしこちゃんのお団子が消えていました。個人的にはお団子のないよしこちゃんも好きなのですが、皆さんはどうですか？ちなみによしこちゃんのお団子は、この後まるちゃんが美味しくいただきました。おかわりつら！それってどんな味がするんですか？気になる方は和菓子屋ほむらで、よしこちゃんのお団子が一つ445円で売っているそうですよ。ゆきほ、これはシュークリーム？違うよ、あんこ。豆を煮たものだよ。まるも食べてみたいつら！さっき食べたでしょ。つら！それでは次の問題へ行きましょう。どうでしたか？ヒントは何かの長さが変わります。それではもう一度。では答え合わせです。ここに注目してください。そうです。答えはカーテンの長さが横に伸びていました。ところで最近のうちっちーは、ようちゃんと生活しているからといって、ご飯も、寝る時も、お風呂も一緒だなんて、ちょっと甘えすぎではないでしょうか。それでこのテイチャラークですか？このままではうちっちーの人気に影響したり、体にも良くないと思うので、今回はマリさんに協力していただき、ウチッチー改造計画が実行されることになりました。イエス！このマリーが来たからには心配ありません。ということで、こちらが新しく生まれ変わったウチッチーです。陸上生活が多くなり、ヨウちゃんに甘えてばかりいたウチッチーでしたが、なんということでしょう。可愛らしさはそのままに、引き締まった体はまさにあの頃のウチッチー。海の支配者として恐れられ、カナンちゃんと互角に渡り合っていたことから、その戦いの場所は後に、内浦と呼ばれるようになった伝説が再び蘇ろうとしています。これならカナンちゃんにも負けない強さを手にしたはずです。さあウチッチー、今こそ海の支配者としてカナンちゃんを倒すのです。やっぱりカナンちゃんに勝つのは無理でした。さすがにお店の後だとちょっときついね。いや、ダメージカンストしてるんですが、これはもう、ウチッチーはヨウちゃんと一緒に暮らしている方がいいのかもしれませんね。それでは次の問題へ行きましょう。どうでしたか？最終問題なのでヒントはなしにします。それではもう一度。3、2、1。
では答え合わせです。ここに注目してください。そうです。答えはマリさんとマルちゃんの座っているベンチが消えていました。最終問題なのでかなり難しくしたつもりでしたが、わかった方はいましたか？え、そんなことより、なんでよしこちゃんのスカートが消える問題にしなかったのかって？せっかくじっくり見ようと思ったのに。そう言われても、どんな柄を履いているのかわからないと問題を作れませんからね。そんな！でも皆さんがそこまでして作ってほしいのでしたら、参考資料として今からちょっと覗かせてもらう。やめるずら。じゃあどんな柄なのか教えてもらうのもダメ？当たり前でしょ！どうせまたみかんでしょ？なぜそれをかなんちゃんが知ってるの？これ、部室にあったんだけど。なんだ、またよしこちゃん履き忘れてたのか。これでもう10回目ですわね。困ったものね。どうすれば履き忘れをなくせるのかな？これをネットで公開してみんなに知ってもらう。よしこちゃんの写真もつけた方が効果ありそうですね。これなら明日は完売ですわ。いやしいずら。さて、以上で今回の問題は全て終了となります。お疲れ様でした。どうも、ゆっくりほのかちゃんです。皆さん、お疲れ様でした。これにてサンシャインで2個体験は終了となります。前回から1年ぶりの企画でしたがいかがだったでしょうか？相変わらず簡単すぎる問題だから全問正解できたという方や、最近集中力が続かなくて難しくなってきたという方もいらっしゃると思いますが、最後まで参加してみて、これ好きやわ、と思っていただけたら幸いです。さて、それでは最後にいつものやつで終わりにしましょう。その名も、まるちゃんじゃんけん。初めて参加される方のためにちょっとだけ説明させていただきます。ここに、グー、チョキ、パーのカードがあるので、まるちゃんが、じゃーんけーんぽんと言ったらカードが止まります。皆さんはコメントでも実際やってみるのも自由ですので、よければ参加してみてください。それじゃあ行きますよー。せーの、じゃーんけーんぽん。よしこちゃんのチョキでした。それではここまでご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様です。